はい、では始まりました。ホストの状況物語ということで、本日お越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。クラブアルカディア の、 日月翔也です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速状況物語ということで、はい、出身の方をお伺いしてもいいですか。九州の、はい、大分県。九州の大分県。はいはい。温泉がよく、温泉が有名なとこなんですけど。どうですか、寂しくないですか、ちょっと温泉が。そうですね、やっぱ温泉育ちだったから、やっぱ硫黄の匂いをかけるとやっぱ若干敏感して、ね。敏感。テンション上がるんですか。やっぱテンション上がる。あ、本当ですか。え、ちなみにいつぐらいに上京されたんですかね。ちょうど3年ぐらい前ですね。あ、ちょうど結構経つんですね。はい、ちょうど。まあ、その上京するにあたって、はいはい、なんかエピソードとかってあったりしますか。やっぱ一番やっぱ辛かったのが、はい、やっぱまあ飛行機に乗って、はい、羽田空港の方に着いたんですけど、まずやっぱそういうなんか大きいビルとか建物ってやっぱなかなかないから、まず羽田空港の中で15分ぐらいかな、はい、もうずっと出口をこうさまよってて、なるほど。はい。でも、なんて言うんだろう、もうパッてもう第一印象受けたのが、うん、やっぱ外に出た瞬間に山がないと、うん、なるほど。もう見渡す限りもう超高層ビルばっかで、はい、これはもう本当に衝撃受けました、ね、衝撃受けました。やっぱり、はい、テンション上がりました。上がりました、ね、本当ですか。ちなみにその、まあ飛行機で来られたということだったんですけれども、はい、まあ、上京してからも事前にその住む場所とか、そうですね、ある程度やっぱ場所っていうのはもう決まってたんで、はい、それなんか、はい、まあちょっとした服とかはもう段ボールに詰めて、はい、その住所の方には送ってたんですけど、はい、やっぱその場所に送ったのはいいけど、その場所がまず分かんないから、あ、なるほど。まずその場所がもう分かんなくて、もうそこでもやっぱ苦労しましたね、やっぱり最初は。結構迷ってしまいましたね。無事着いたんですか。はい、無事に。あ、本当ですか。はい、じゃあそのまあお洋服とか段ボールで、はい、まあ、送って、そのまあ住む場所とかっていうのは事前に大分県にいた時からもう連絡を取り合って、はい、はい、もう決まってましたね。はい、ちなみにこちらのホストさん、はい、そうです。あ、なるほど。はい、の寮、はい、そうですね。そこら辺ちょっと詳しくいいですか、はい、教えていただいても。はい、まず、はい、なんていうの。まあ、一応僕 の、はい、まあ、社長、うちのこのクラブアルカディアさんの社長さんとかとやっぱちょっとやっぱつながりがあって、あ、なるほど。それでやっぱうちで働こうっていうふうになって、あ、はいはい、それでまあもういろいろ話が通ってて、はい、って感じですね。あ、もうそれはもう翔也さんが大分県にいる時に、はい、もう東京でこう、はい、電話とかメールでやり取りを、はい、もうサイトとかで見たりとかして。なるほど、はい。他の店舗ちょっと見てみたいなとかっていうのは ちなみになかったですか。っていうのはもうなかったですね。うん、はい、もううちの、はい、2つ上の兄貴もホスト、まあ、うちの代表で一緒にやってるんで。なるほど、はい、もう兄弟でもうこの歌舞伎でね、はい、ちょっと同じちょっと夢をちょっと叶えようぜ、叶えようと、はい、そうですね。どうですか、叶いそうですか。まあでも実感というか、まあやっていけるんじゃないかなっていう自信はまあありますね。はい、結構その上京してから実際まあホストとして働く前の期間ってどれぐらいあったんですかね。働くまでですか。そうですね、働くまでですね。約2週間ぐらいかな。まあ、上京してまあ2週間こういろいろと準備されて、はいはい、そこからプレイオープンが始まってって感じですね。なるほど。そしたらまあ店舗さんのオープンに合わせてっていう感じで、はい、うーん、そうですね。じゃあその2週間はもうちょっと東京を、そうですね。まず一番すごいなと思ったのが、はい、やっぱ、ね、東京の人たちはよくもう毎日使ってるんですけど、スイカってあるんですけど、はいはいはい、もうやっぱ見た瞬間にやっぱ僕のやっぱ地元の電車とかはやっぱ無人駅とかだったから、なるほど。もうピッてかざすだけでスッパッて開いてこう行くのはもう驚愕でした。もう満員電車とかでもすごい、はい、あ、これが満員電車かとか、あ、はい、思いましたね。いろいろと新鮮な、はい、ガラッと変わりましたから、もうどうしたらその中でいろいろと多分、まあ、刺激を
受けられたと思うんですけれども、はい、一番まあ上京して良かったなっていう点を一つお願いします。まずやっぱりそうですね、まあ、誰も助けてくれないというか、やっぱもう自分しかいないっていう中で、はい、やっぱ先を読む力だったりとか、はい、やっぱ人として大きくなれたりとか、うん、で、なんて言うんだろうな、まあ、ちょっとこれまあ、また地元のネタになっちゃうんですけど、はい、例えばカラオケとか、はい、やっぱこうニュースとかテレビとか見てると、はい、あれあそこ通ったことあるとか、ああなるほど、ここってカラオケのあそこでなんかPV で流れてた、流れてたみたいなとか、なんかこうなんか、あ、俺って東京に来てるんだな、あ、なるほど、実感みたいな湧き出す、そういうとこを触れて、なるほど、そうですよね。結構そういう機会増えますもん ね、 増えますね、ドラマとか見てても、はい、分かりました。では最後になるんですけれども、はい、まあ、同じくこう状況を考えてホストになろうっていう方いらっしゃると思うんですよ、はいはい、そういった方に、まあ、一歩踏み出す勇気を与えるメッセージを、はい、お願いいたします。まあ、結構そういうなんかホストの店舗とか、はい、サイトとか、まあ、動画とか、まあ、僕も実際やっぱ地元にいる時にもうずっとこういろんなサイトとか見て、はい、やっぱね、ほんと1店舗行ってやっぱその方針だったりとか、うもう全部が違うし、ね、やっぱ本当かなとかやっぱ疑ってね、やっぱかかっちゃうし、やっぱ動画とか見てもやっぱちょっとやっぱ結構こう厳しい世界なんだなっていう、やっぱちょっと一歩踏み出せない人が多分結構たくさんいると思うんですけど、はい、やっぱよしもうやってやろうってやっぱこの気持ち一つでね、踏み出していけば実際やっぱなんとかなる、はい、なっていけるんじゃないかなって思いますね。はい、はい、分かりました。とても貴重なお話ありがとうございました。はい、日月翔也さんでした。ありがとうございます。